さて、一体何をかな。私の命、過去の見損でも果たすつもりかね。思い上がるな、松永。すでに貴様など異物に過ぎぬ。ただ覇王として足利の先兵を討つ。それだけ。ああ、その通りだ秀吉。 これは解雇なんかじゃない。戦場なのに怖くねえ。この軍にいるおかげか。 敗北は許さぬ。覚悟せよ。お任せくだされ。ほらほら、勘弁さん、調子に乗るなら今のうちだって。これは僕にとってとても大切な戦なんだ。意を組んでくれるのならば、 速やかにここを去って。<笑>大丈夫だ、まだ生きている。彼女、彼女、君と共に立ちたかった。 ただそれだけだったんだ。ハンベ、我らが夢必ず果たしてみせる。兄ほどの都に巡り会えるとはな。いや、行幸、その程度のあがきでは我の顔色は変えられぬぞ。火薬で足りないなら切り刻むまでだ。 なるほど、私を足げとしたいか。いいだろう、覇王。私に教えてくれたまえ。どうした、我の強大なる力を前に身がすくむか。クーマよ、命まで不足し始めたか。この後に及んでのお預けは私としての困るのだがね。 口ほどにもないではないか。これは本格的に月が回ってきたぞ、お前さんたち。この鉄球こんなに軽かったか。あおうよ。 確かに K は今を見据えているようだな。だが今日の友人は必ずしもそうではないようだ。
私は少し影青年と話をしてこよう。などいなかったのだな。拭いきれずにいた弱きか。半兵衛、我はお前の理想などではなかったようだ。小手調べよ。諸官か、あるいは太閤坊か、いずれにせよ大したものだ。ここらで一つ名を上げるとするか。さっさと行こうぜ、官兵衛さん。やってやれ。どんな状況だろうと策を信じて動くだけだ。視野を広く持てるお方は他におらぬ。鉄球で叩き潰した姿は見れたもんじゃないんだがね。滅びへと誘うだけの天ならばこちらから願い下げよう。ちまけな。やつ解散自由祈願。急げ俺、真の像なんて口から絶まえ。やれ。フクロウもまた取りで。ハウス。ちまけな。奏でられずじまいか。私に似合いの結末だ。なんと遅れりゃ気が済むんだよ。調整に負けるとはよっぽど月がなかったなかった。いや、調整は月を使い切ってしまったのか。